足踏み数超えたー。どうもこんにちは、ザワチャンネルです。いやー、本当にですね、この日本陸上界がまたまたざわつきまくった、今週末、設楽悠太選手がね、滋賀県唐津市で行われました、唐津10マイル、こちら出場しまして46分11秒好タイムで優勝。いや、ほんとね、これ2週間後、もう記録と結果ついてきちゃってるんで、日本新記録のね、更新もほんと夢じゃないんじゃないかなと。もう出ちゃうんじゃないかなというね、期待を膨らませるこの結果となったわけなんですけれども、そして、僕の地元山口県山口市で行われました全日本実業団ハーフマラソン、こちらも先週ありました丸亀ハーフマラソン、こちらで日本人2位となりました村山健太選手に続いて、弟の村山浩太選手が日本人1位で、いや、これですね、まあ僕も何度も言ってるんですけれども、来月世界ハーフがね、スペインのバレンシアであるんですけれども、こちらにね、兄弟揃っての選出が濃厚なんじゃないかなと、さらにね、こうテンションがね、上がってるわけなんですけれども、いや、しかし、まあ日本国内、まあざわついてはいるんですけれどもね、海を隔てたアメリカでね、今トラックがめちゃくちゃ熱いんですよね。まあ何度か動画の方でもね、紹介しました東海大カルテット、こちらがね、アメリカの地で躍動しまくっていると。まあ現在ね、オレゴン州のオレゴン大があるユージーンでね、短期留学といいますか、合宿を張っているこの東海大カルテットなんですけれども、お隣、ワシントン州にありますワシントン大学、こちらで行われている室内の、記録会にね、参加しておりまして、まずは、鬼塚翔太選手が 5000m、こちら走りまして13分45秒56のタイムでゴールと。これね、同じ組に、ナイキオレゴンプロジェクト大迫傑選手も出場していて、この大迫選手に先着してるんですよね。まあ、大迫選手はね、まあ、最初引っ張ってたんで、まあ、最後はね、まあ、流したのかなっていう、まあ、調整のレースだったとは思うんですけれども、こちらもね、鬼塚選手かなり刺激になったんじゃないかなと。そしてやっぱ室内でこの13分45を出してくるって、やっぱ室内っていうのは特にこのワシントン大学、一周はね、あの300ちょっとかな、屋外のね、400メートルトラックに比べればですね、走りにくい。これがね、室内トラックの特徴といいますか、まあやはり屋外よりはね、多くコーナーも曲がらなければいけないですし、やっぱりタイムがね、出にくいっていうのがあるんですけれども、ここでしっかり13分45秒で収めてくるというところは、本当に力がついているなと。そして、関選手と坂口選手が3000メートル、こちらにエントリーしたんですけれども、なんとですよ、坂口選手が7分51秒95でゴール。いや、ほんとこれ日本学生新記録なんですよね。で、去年のね、セイコーゴールデングランプリ、川崎、あれをちょっと思い出したんですけれども、あの時屋外のトラックでポール・タヌリ選手は7分52秒67で、まあ、優勝してるんですけれども、室内で坂口選手はそのタイムを上回ってしまったということで、これはね、ほんと力がついているなと。で、この記録、なんと3月にイギリスのバーミンガムである世界室内陸上の 3000m の参加標準記録を突破してるんですよね。ちょっと参加標準記録の有効期間、これがね、どうなるかわからないですけれども、この世界室内陸上に坂口選手がね、3000m で出場することも十分あり得るんじゃないかなと。やはりですね、経験することが大事ですからね、しっかりと頑張っていただきたいなと。そして関選手もね、7分55秒09で自己ベスト出してるんですよね。それでもこのリザルト最後見てみると、後ろから数えた方が早かったと。このアメリカの特にこの 3000m、こちらのね、レベルの高さがね、この垣間見られたんじゃないかなと。そして最後にこちらを紹介しなければいけない。日本にはね、ちょっと馴染みがないんですけれども、マイルレースですよね。こちらにですね、立澤選手が出場いたしまして、なんとですよ、レース序盤からですね、積極的にレースを展開いたしまして、終わってみれば4分1秒56と。
これ10年前に、1500m 日本記録保持者の小林文和選手が出したマイルの日本記録を2秒近く更新してるんですよね。日本新記録が生まれちゃったと。武藤選手おめでとうございました。いや本当にこれね、屋外でマイル走ったら3分台出ちゃいますからね。いや本当にね、ポテンシャル、さすが日本選手権、1500m チャンピオンだなと、いうことで、いや本当にね、東海大カルテットは、まあ、今からね、まだまだトレーニングも含めね、アメリカ国内のね、レースに出場するとは思うんですけれども、こちら大注目で、行ってみたいなと思っております。いや本当ね、またまた今月はね、ざわつき止まりませんよ皆さん。僕と一緒に陸上盛り上がっていきましょう。ザワチャンネルでした。